中田翔25歳。2014年シーズン、怪物と呼ばれた男がついに初の個人タイトル打点王を手にした。シーズン100打点、プロ7年目にして掴み取った勲章。誰しもが認める日本の4番に成長していた。こうやってシーズン終わって、まあ、よく考えてみればね、本当に良かったなと思いますけど、まあ、いろんな人たちにね、あの力を借りつつ取れたタイトルなので、まあ、もちろんチームメイトにもそうですし、ずっとね励ましてくれてたあのファンの皆さんにもそうですけど、本当に感謝しなければいけないなと思いますね。栄光をつかむまでの道のりは決して楽ではなかった。大きな注目を浴びて入ったプロの世界、そこは中田の想像よりもはるかに厳しい世界だった。一軍でプレーすらできない。チャンスで打てない。ファンの期待に応えることができない。それでも諦めずに日々バットを振り続けてきた。中田を本物のスラッガーに育てたのは何だったのか。その軌跡を振り返る。